僧侶もお酒大好きだから分かりやすく言うと、大衆酒場でコップ酒頼むんです。これが一番幸せな時。一升瓶持ってきてね、店員さんがなみなみと注いでくれて、こぼれ落ちるんですよ。下の受け皿までたまる。飲んで 2,3 センチ空く、空いたところに下の受け皿からもう一回お酒入れる。なみなみと入れようと私はアベノミクスはしてきたと思います。成長力をね。だけど下で待ってる受け皿には来なかったんですよ。届かなかった。届いたところと届かないところの格差が広がってきた。だから分配に力を入れようというのが岸田さんの新しい資本主義なんじゃないんですか。